地方山川穂高さん、ホームラン王まで失いそう。ガチで全てを失いそうな模様。もし近藤が三冠王行きそうになったら邪魔してくれるやろ。今しめが解除される3年後まで待て。松本人志のせいで因縁と蒸し返される男。急に打てなくなったし、またなんかあるんやろ。万波が本塁打王になる可能性があるという事実。存在自体が深い。事件の翌年にオールスターに出てること自体がおかしい。打線なんだから辞退したら失礼やろ。くんならやるのかもしれんが、普通はやらない。状況別打率見りゃわかるけど、こいつ同点やビハインドでは全然打たないからな。近藤の三冠王を邪魔してくるとか害悪でしかない。また西武戦で稼げばええやろ。言うほど西武戦で稼げなくなったからな。竹内隅田と良い投手ばっか当てられて、中継ぎなら打てるやろうけど、その頃にはダイソー出されるし。6月以降の成績がおぞましすぎる。打率 0.180 にホームラン、 OPS は 0.5 ちょい超える程度、三振率だけはキャリアワースト級の 29%。 シーズン後半から飛ぶボールになるから楽勝やぞ。昨日のホームランで観客、西武の選手たちとどしこいできたし、満足してるわ。あんだけブランク抱えた割にはようやってる。